して遊び方はどうと覚悟をしてたよね。ジェバンニが一晩でやってくれました。2008年4月28日、ある一本の動画が話題になりました。これまでとは一線を画した人間味あふれる歌声は瞬く間に注目され、ボーカロイドランキング第31回では初登場で2位にランクイン。その正体はボーカリスナー。人間の歌声から合成歌唱のパラメータを自動推定するシステムのデモだったのです。